はいどうも皆さんこんにちは、ななゆうです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。題材はここにあるように受験時期から逆算する数学勉強法アドバイスということで、共通テスト受験日までに何をすべきかという話題を提供していきたいと思います。今現高3の生徒さんはまあもう半年なので、がむしゃらに勉強するしかないと思うんですけれども、ここで、アドバイスする内容は、まあ、高2以下の生徒ですね、受験日までに、まあ、共通テストあるいは次第の国公立の入試2月までに、1年半以上ある生徒さんに向けたアドバイスにしたいと思います。ということで始めたいと思います。共通テスト受験日までにいつ何をすべきかという話題ですね。まあ、高校1年生は、まあ、高校受験で入った生徒さんは高校内容を、まあ、高1から始めるわけですけど、まあ、その辺で、ね、中高一貫校の生徒さん、中3から始めてる生徒さんと根本的に違うところがありますけれども、まあ、高校数学を1年でこうやることは変わらないと思うんですね。で、まあ、今高2の夏休みに入ろうとしているわけですけれども、まあ、この時期までにはっきり言って基本的なことを身につけておかないと、受験勉強のスタートは切れないと思ってください。で、今まで全く放置してた人いると思うんですけれども、もう速攻やった方がいいです。で、本気に、受験生として受験モードに入るのは、まあ高2の冬休みぐらいからでもいいと思うんですけれど、それでもこの夏休みの過ごし方は非常に大切になります。なので、まあ、それへんのアドバイスをしていきたいと思います。高2になってね、文系理系に分かれる学校というのがすごく多いと思うんですけれども、じゃあ具体的に何をすればいいのかということですね。で、流れとして、高2の冬休みから受験モードに入っていくっていうわけですけど、本格的な受験勉強のスタートになります。で、冬休み3学期春休みと、で、高3の1学期から入試基礎力の完成ということで、まあ、高3の夏休みまでに入試基礎力の完成を目指すと、特に夏休みは基礎固めで苦手対策の最後のチャンスということですね。で、高3の2学期それから冬休みはもう実践形式に入っていきます。実践力の旺盛で入試の過去問だとか入試演習をやっていくことになるので、それに間に合うように準備をしていかなきゃいけないっていうことなんですね。で、じゃあ基礎的なことを身につけておかないといけないというのはどういうことかということを説明します。まず、まあ私立大学目標とか国公立目標とか人それぞれあると思うんですけど、まあ、とにかくエース専攻で、行くべきだと思います。大半の生徒は英語と数学が比較的上がりにくい教科と言われてます。時間がかかりますね。特に数学、英語は他の教科に比べて、学力の上昇イメージというのが、まあ英語はね割とね、早期教育でそのもう中3ぐらいからかなり出来上がってる生徒も実際にいるんですけれども、なかなかこう上がらないというそういう生徒が多いです。で、まあ、比較的上がりやすい教科というのは知的公民だとか理科ですね。まあ、物理は理解が9割なので、まあ、苦手な人はなかなか伸びなかったりするかもしれないですけど、科学生物に関しては、まあ、これ優しいと言ってる意味じゃなくて、努力に比例して上がっていきやすい教科であります。なので、まあ、高校1年生2年生で何を取り掛かったらいいかっていう、とにかくエース専攻なんですね。英語と数学を、まあ絞って勉強していくべきだと思います。で、高2の1月までに基礎力を身につけたいということです。で、基礎力といった場合にどういう意味かというと、入試における基礎力なので、受験勉強をスムーズに進めるだけの力という意味で、学校のテストができるとかそういうことではありません。当然それも含まれるんですけれども、まあそれだけではないということですね。で、基礎力というのは入試における基礎力ということで、まあ例えばその数学に関して言うと、
まあ、普通の学校ですね、まあ、偏差値40から40、65ぐらいのレベルの学校の数学の授業レベルというのは通常決して高くないです、まあ、これ高校にもよりますけれどもね、あのそれから学年にもよったりしますけれどもね、まあ、すごくね、入試定期試験を難しくしている学校なんていうのもあったりして、まあ、その一概には言えないですけれども、まあ、でも大体、授業レベルはそんな決して高くないのが普通です。ではどうやって入試における基礎力のレベルを補うかということを、入試における基礎力のレベルの参考書で授業で足りなかった部分を補っていくっていうことですね、具体的には青チャートとか黄チャートですねから始めることを推奨します。黄色チャートは例えば入試における基礎力を身につける目的なので、これで入試に関して十分ということではないです。黄色チャートとか青チャートを使うことが絶対というわけでもないです。同じような効果が期待できる参考書はたくさんあります。人によって参考書は様々なので、書店に行ってね、実際に自分に合ったあの参考書っていうのを選んでい、くことも大切だと思います。でも、黄色チャートは定番で、多くの生徒に対して受け入れられる、まあ、あの参考書だと僕は思います。で今ですね、今高校2年生で、まあ、この7月8月夏休みどうやって過ごしていこうかということなんですけど、まあ、学校の宿題は、それなりに出てるとは思うんですけど、例えばこんな感じでですね、学校の宿題とは別に、黄色チャートを進めていくとというのが、私の提案です。まあ、これ情報としては理系寄りですけれども、文系の人も各自で進めるべきです。もし国立でセンター試験、共通テストですねを受けるんであれば、やっぱりやらなきゃいけない部分ですね。で黄色チャートです、青チャートはページがちょっと異なりますので、対応するところはちょっとご覧になってください。で僕は青チャートよりも黄色チャートを進めます。なんでかっていうと、青チャートは例えばコンパスマート後で説明しますけど、3とか4でちょっと難しいのがあります。で説明も若干、難しかったり、あるいはその計算がちょっとめんどくさい問題が青チャートと、黄色チャートと比べて多いんですね。というので本質的なところがしっかりと分かるのはどちらかというと黄色チャートだと思うんですね。なので、あのなんとなく学校で青チャートを買わされてしまったみたいな、強制的に買わされてしまったみたいな学校はあると思うんですけど、まあ、そういう人以外は基本的に黄色チャートの方がいいんではないかなというふうに個人的に思います。で例えば夏休みにどのぐらいやるかというと、この、数一の第3章二次関数とか、第1章の式子と証明とか、それから第2章の複素数と方程式とか、この3章分ですね、この3章分の問題と例題とプラクティスをすべてやるっていうですね。例えば高校2年生だったら二次関数はほぼ終わってると思います、どの学校でもね。それから、式と証明とか複素数と方程式、この辺終わってなかったとしたら、数 A の重要な単元である場合の数と、整数でもいいです。まあ大体3章ぐらいのプラクティスと例題をしっかりとやるということですね。で、しっかりといって自分のまとめノートを作るということですね。で、各ページの例題は見て理解することが第一です。理解したら隠して解くと。で、普通解けないです。で、どこでつまずくか分析して理解できないところは、とにかく人に聞くなりして、先生や友人に聞くなりして、回答を見ずに解けるようにするということが重要。プラクティスは、まあできれば解いた方がいいですけれども、時間がな関係上解かなくてもいい場合もあります。はい。例題だけだとちょっと慣れないのでね。ただ例題がしっかりと分かるっていうことだけでも十分です。例題は基本的に自分で解けないものという認識でいいです。あの解法を習得するという、そういうためのものですね。あの先人がこう見つけた解法なので、あの自分で解けるっていう人は逆に稀なんで、まあこの解法なんでこういうふうなことをやってるのかっていう流れをつかんでですね、でそれを再現することができる、隠して解けるっていうのが、まあやることです。はい。でチャートの使い方の例ですけれども、基本問題重要例題、それから補充例題というふうになってます。でコンパスマークというのが星がついてるんですけど、難易度がですね1から5段階になってます。で入試における基礎力と私言いましたけど、これはこの青の四角で囲ったコンパスマーク1から4までのところですね。
このレベルが、それに相当します。で、コンパスマークの1と2とかは、まあ、教科書の例とか例題レベルなので定期試験に出てくるレベルです。で、3ぐらいになると小末レベルなので定期試験だとやや難しい問題になって、入試の基本の標準レベルの4とかだと多分出てこない形になると思います。この辺をしっかりやらなきゃいけないですね。これは入試の基礎レベルなので、いわゆる入試勉強、入試対策としての勉強に入ってくるレベルではありません。いいですか。つまり、入試に対して受験勉強と一般に言われるところでやる内容ではないということですね。はい。だから普段の勉強で、つまりその入試の受験勉強が始まるのは高2の冬休みというふうに話をしましたけど、それはなぜかというと、要するに受験勉強って1日7、8時間勉強しなきゃいけないんですね。それ相当その好きじゃない人でない限りなかなかその続かないわけです。で、中3から始めても息切れしてしまって、まあ高校の2年生ぐらいで挫折してしまうんですよ。なので、それこそその学校があって、しかもその家での勉強7、8時間ぐらい取るためには1年間ぐらいが限界なんですよ。なのでその入試の期間に入試の演習をやるためには、まあ、要するにこの4つのレベルの、入試の基礎力をクリアしてなきゃいけないってことなんですね。はい。ということで、チャートの使い方の例にちょっと入っていきます。こんな基本的なこの計算練習ですね。コンパスマーク1、2、この辺のレベルは当然定期試験に出てきますので、まあ最初できなかったとしてもすぐできるようにしなければいけません。対象の点とか、これは図形と方程式のところから引用してますけれども、コンパスマークが3になってますよね。で、2とか3はもう定期試験のレベルなので当然定期試験を重視してください。だから、平均点目標にするとかじゃなくて、もうほぼ100点を取るぐらいのつもりでやらないとダメです。で、コンパクトマースに、1とか2のレベルで解くのが厳しいのが、あればそれは教科書レベル結構怪しいってことです。なのでやっぱり適宜復習をすることになります。で、各種の問題には超基礎問題のチェックのチェックのページがあるから、ここからまあ始めるか他の参考書で補うかということになります。もしチャートがもうなんか合わないんだとしたら、こういうふうに読み物的な参考書とかもあります。優しい高校数学とかですね、優しい中学数学とか、まあ他にも種類はあるので、ネットでまあ検索してですね、そのネットで買わない方がいいです。存在はチェックしてもいいと思うんですけど、手に取って自分に合うものを選ぶのが良いと思います。あの配置とかね、それからそのフォントとか、その文字の大きさとか色とか、そういうとそのもろもろに関してですね、自分に合ったものを選んだ方がいいと思います。で、次に勉強計画の立て方です。夏の目標に相当する3章、先ほどの、2次関数と図形と方程式とか、その3章分のところを言いましたよね。で、これあのコンパスマークの1から4の合計119問あるんです。で、これを例えば夏の2ヶ月、1ヶ月半とかで、まあ、ほぼ1ヶ月ですね、6週で終わらせるとしたら、実際に使えるのは30日です。で、119問を30だったら1日あたり約4問ということになります。ということで、優しい問題が中心の時は5、6問のペースで進めていけば、1日平均して3問ペースでいけるということですね。で、なんで5日なのかと。実際に使えるのは5日って言いましたけども、なんで5日なのかっていうのを、話すると、とにかく調整日を作るっていうところですね。高1高2のうちは週に2日は調整日を作るのはどうかなと思います。というのは、まあ、基本的に繰り返しを解かないと意味がないということで、振り返り日を作る必要があると。だからまあ例題をその5個6個進んでいってもどうせ忘れてしまうわけです。で、覚えてるところか、最初からできるところとか、まあ、学校でその習ってできるところとか、まあ、そういうのもあると思うんですけど、まあ、基本的に繰り返し解かないと意味がないので、振り返り日を作る必要があるという。それから突発的なところに対応するため、なんか今日は気分が乗らないなとか、そういった日もあると思うので、基本的に1週間のうちに、7日間勉強してもいいんですけれども、5日勉強するっていう感じで、計画を立てた方がいいです。
例えば青チャートで1日3問から6問ずつ進めるんだったらこんな感じで、土日は休養日に当てるとか復習に当てるとかそういう形で進めるということですね。で、だからまあ要するに高1と高2でも受験勉強ではなくても1日 3,4 時間勉強しなきゃいけないってことになりますよ、まあ、普通に考えてね。まあ高校1年生だと入学当時だとまあ高校に入ってもう勉強してきて、いきなり受験勉強となってちょっとかわいそうだと思うんですけど、まあでも高1の後半ぐらいからやっぱり気合い入れて 3,4 時間勉強しないといけないと思います。はい、ということでまあその高3高2の冬からまでの受験勉強と本格的な受験勉強とそれまでの基礎力をつける勉強とちょっと分けるという意味ですね。で勉強計画の立て方にですね到達が分かるようにするということです。で問題番号の近くに1回目で解けた問題は20丸、基本的に解けた問題は、解かなくていいです。1度目で解けなかった問題ですね、2度目の時に要復習、2度目3度目の復習で解ければ、日付を入れて日付が3個たまったら丸にしてそれ以降復習しないなどと、自分で記号を書き込んでいくと達成感が味わえると。でこれは結構いいと思います。なので、勉強計画の立て方も自分で工夫した方がいいと思いますね。日付を書くとか、とにかくできないとこを×つけるとか 丸三角×で、感覚として残しておくってことですね。はい。で入試基礎力が完成したらということですね。これ黄色チャートの例題が一通り完成したらという意味です。黄色チャートのエクササイズまでやるとすごく時間かかってしまうので、まあやれれば理想なんですけど基本的にお勧めしません。というのはやっぱりそのエクササイズはなんか解く練習であって、それでできないとやっぱへこんでしまうからですね。精神的にやっぱりちょっと参ってしまうんですよ。なので要するにそのキロチャートのエクササイズに相当する例題を、新しく載ってる参考書を買った方がいいってことです。ということでおすすめの参考書は、進行定番の1対1の練習っていうですね、これ結構有名な大学への数学の定番のテキストなんですけど、まあ、これだけでも6冊あります。 1A に B が1冊ずつ、それで3は2冊あるので計6冊です。これ終えるの結構大変です。なのでまあその黄色チャートが終わった段階で始めてもいいと思いますし、まあ入試基礎力が完成した段階で入っていくっていう、で重要な単元だけやってもいいです。例えば数 1A の2次関数は他の単元でも出てくるので、で数 1A の単元で重要だところは倍の数と確率と整数ですよね。で三角比ですよね。センターで言えば三角比とデータの分析は確かに大切ですけど、どこが一番大切かと言ったらやっぱり整数と倍の数です。で他の部分と被らないですね。その被らないっていうのはそのなんていうんですか、ちょっと考え方がちょっと違うので、二次関数とかはその指数対数のところでも当然その置き換えで二次関数が出てきたりするので、頻繁に現れます。だから復習ができる機会が結構あるんですね。でもそうではないので倍の数とかね、だからここでしっかりとやる必要があります。で大学の数学シリーズは、まあ、全般的に言えるんですけれどもちょっと癖があります。行間がちょっとあったりとか、まあ、それなりに数学が得意な生徒でないとなかなかスムーズに進まないっていうことも よく聞いたりします。ということで難易度は高めで難関問題志望の学生には非常にいい問題集なんですけれども、一般の生徒に関しては、まあ、でしかも数学が得意でないという生徒に対してはおすすめできません。なのでその場合には応分者の標準問題成功とかでね、これの1個下の基礎問成功なんていうのもあるんですけど、まあもし数学で最低点まあ合格最低ぐらいを目指すんであれば基礎問成功とかでもいいかなと思います。問題が厳選されており分量多くないということで解説も丁寧で、まあなんか台数ほど難度の高い解法は採用されていないということで、でもそれでも難関国立大学でも十分対応できるレベルの問題集であります。これの上に上級問題成功というのがあるんですけど、まあ、それをやる必要ないかなと思います。はい。で、最後にですけど、まだ高2の今のこの時期であれば全然間に合いますし、高1中3の生徒だったらまだまだもう
いろんな可能性があると思うんですけどね。でも逆に中3の生徒と頑張りすぎちゃうと逆に、なんかこうペースが落ちてきてしまう生徒もいるので、ペース配分考えながらやった方がいいと思います。まあ最高2の夏休みの時期であればもう本当にすぐもう受験生のゼロ時期が来ます。なのでまあ入試の基礎力が身につけついていないとその半年の入試に間に合わないということなの でこれ誰も言ってくれませんので、つまり手遅れになってからだともう遅いということですね。で今言ったように正しい努力は嘘をつかないので、しっかりとその正しい努力をしてください。言い換えると正しくない努力は嘘をつくということなので、まあ間違ったこう勉強法でやってしまうと取り返しのつかないことになります。教科書応用問題集とかでやるのはいいですよ。4ステップのねやる計算も練習とか非常に大切ですけれども、でも青チャートとかでこの例題をしっかりとこう解法を暗記していく、いわゆるこの暗記数学としてのある程度のそのサイクルを回していけるようにしていかないと、まあ十分な実力がつかないというわけですね。はい。で学校の周りの生徒に、惑わされないようにしてください。火の中の蛙にならないようにということですね。学校の生徒は当たり前ではありません。同じ学年の生徒は何をしているのかっていうのを見てそれを真似しないでください。当たり前のレベルを上げないといけないということですね。まあ相当な進学校にいればあんまり逆にねその周りの生徒が逆効果になるかもしれないですけど、普通の学校の生徒だと俺全然まだ大丈夫だみたいな感覚になってしまうので、まあそれが逆効果になる可能性があります。だから自分は違うんだと、頑張っていくんだっていうことを意識して頑張ってほしいなと思います。はい。これが高校2年生をメインとした、高1高2の生徒に対するアドバイスになります。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。